ね、足位置を確認しながらの、はい、そんな素晴らしいキックインセレモニーでした。タチノが直接狙ってきました。天を仰ぎましたタチノ俊介です。左サイド使った、懸命に戻る日高が行きます。サイド使ってからの中、ヘディングシュート。サイド使ってからの中、ヘディングシュート。先制は東京武蔵野ユナイテッド FC。 カウントスで勝った武蔵野が、まあ、前半のうちに風上に立って、まあ、前半のアディショナルタイムで1点を先制したという前半。大日高もいった。宇高のクロス、真田が触る、きつい左足、セカンドボール、宇佐穂。あ、宇高のクロス、真田が触る、きつい左足、セカンドボール、宇佐穂。長いから前線、先に中に入れた宇高、日高が打ってきました。長いから前線、先に中に入れた宇高、日高が打ってきました。最後シュート振ってきました。古巣対戦のこの日高啓太です。宇高が戻ってきて事なきを得ました。ワンタッチ、久保、おー、久保が抜けてきた。田中直樹もいる。久保が走る。久保のパス、田中直樹、かき出したワンタッチ、久保、久保が抜けてきた。田中直樹もいる。久保が走る。久保のパス、田中直樹、かき出した。久保が走る。久保のパス、田中直樹、かき出した。よくかき出しました。決定機 FC 大阪。日高のキックヘディング。再三チャンス作っていきました。また岩本です。佐野、宇佐穂も行く。パスのところうまく鈴木使ってからのクロス、グラウンダーのいいボールが入ってきた。ワンタッチ、ポストに当たった。今度は逆に武蔵野、いてる、神さんいてるぞ。立ち野が狙った。左隅狙っ。立ち野が狙った。左隅狙っていきました立ち野です。あ、こういうボールですね。速いボール入れてきました。同点スコア。こういうボールですね。速いボール入れてきました。速いボールを入れてくれると多分。あ、こういうボールですね。速いボール入れてきました。同点スコア。またセットプレーから。スローからヘディングシュート。久保のロングスローからヘディングシュート。久保のロングスローからヘディングシュート。ひっくり返しました。坂本俊介、鈴木から中、おー、シュート、ナイスキーパー。その後中に入れた。よく守った中、おー、シュート、ナイスキーパー。その後中に入れた。よく守った。よっしゃ、よく守りました。この部分もありましたが、はじけよう。この部分、長いギリギリのところです。そしてここで試合終了の笛。 FC 大阪先制を許しましたが、東京武蔵野ユナイテッド FC に対してリーグ戦2019年以来3年ぶりの勝利を飾りました。ホームで強い FC 大阪、これで今シーズン2度目の連勝です。2019年以来勝利ありませんでしたけれども、その苦手武蔵野相手に乗り越えた吉田さん、しっかりと最後、後半で逆転勝ち切りました。そうですね、選手頑張ってくれました、はい、この暑い中、本当に勝利を収めました FC 大阪塚原監督にお話をお伺いいたします。お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。さあ、まずは今日の試合を振り返っていかがですか。シュートチャンス、前半も多分シュート打ったのが2本で、後半もなかなかチャンスが作れない状況でも、今年のチームはセットプレーが取れるので、それを信じて、思っていました。
見事逆転勝利ということで、まあ、どういうところが特に勝因に勝ちにつながったと思いますか。まあ、今年に関してはこのひっくり返すゲームが何度かあるので、まあ、中の選手も外のベンチの選手も全員がひっくり返すことができるんじゃないかなっていうこのメンタル状況がすごく良かったと思います。リーグ戦も半分が終わりもう後半戦へと入りましたが今のお気持ちはいかがですか。もう一戦一戦勝つだけなので目の前の試合を頑張りたいと思います。では最後にファンやサポーターの方へメッセージをお願いします。はい、今日も暑い中ありがとうございました。来週もここホームでしっかり、ゲームして勝つのでまた熱い応援よろしくお願いします。塚原監督ありがとうございました。ありがとうございます。さあ続いては F ライン凛太郎選手にお話をお伺いいたします。お疲れ様でした。お疲れ様です。さあ流れを変えてくださいましたね。決めた時の瞬間覚えてますか。まあ、いつも準備してるんで、まあ、ボール来たらやっぱりゴールっす。シンプルに。後半からの出場ということで、はい、前半はどのようにご覧になってました試合展開を。いや、結構守備からの攻撃になったんで、はい、まあ、後半もちょっとなんかボール保持して、まあ、負けてたんで、まあ、後半なんか逆転狙って、まあ、良かったですね。ご自身の思うようなプレーはできました。いや、まだまだまだ、まだまだこれから、じゃあこれからも期待したいと思います、はい、さあそれでは、ファンやサポーターの皆様へ一言メッセージをお願いします。まあ、次もホームなんでまたお願いします。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。さあ今のお気持ちはいかがですか。そうですね、ホーム花園でやるということで選手たちは絶対に勝たないとっていう気持ちだったのでまず勝ててよかったと思います。本当に決めてほしい1点を決めてくださいました。決めた時のお気持ち瞬間覚えてますか。そうですね、もう自分にボール来いって信じてたのでそれがボール来たので、まあ、狙い通りの結果かなと思います。坂本選手から見てチーム全体を見てどういうところが逆転勝利へとつながったと思いますか。そうですね、ここ数試合はやっぱりまとまって戦える試合が多かったのでそれが、まあ、今日の試合にもつながったかなと思うので引き続きまとまって戦って昇格に向けて勝ち点を増やしていきたいと思います。まだまだリーグは続きますけれども意気込みやファンやサポーターの方へのメッセージをいただいてもよろしいですか。この夏場苦しい試合の中で勝ち点を増やせれているということは昇格に大きくつながると思うので、皆さんの応援が本当に力になりますので引き続き応援よろしくお願いします。ありがとうございました。